こんにちは、秀夫です。今日は2023年僕秀夫が読んでみて面白かった本ベスト5をご紹介します。2024年ももう3月になってしまいましたが、去年2023年僕が読んでみて面白かった本というのをまだ動画にまとめてなかったので、今回アップします。普段部屋にいるときは隙間時間のかなりの部分を僕は読書に費やしています。以前ちょっと触れたこともあるんですが、僕は視覚障害者で目が弱視です。紙の本は読めません。なので本を読む際には Amazon Kindle Fire 端末の音声自動読み上げ機能というのを使っています。それで Kindle の電子本をシャープのネックスピーカーで再生して聞いています。これで本を耳読しています。料理を作ったり食事をする際も結構本を耳読してたりします。今日ご紹介する5冊の本については Kindle 電子本の URL を説明欄に貼っておきます。ではご紹介していきましょう。2023年秀夫が読んでみて面白かった本第5位、戦争と平和、レフ・トルストイ著。言わずと知れた名著です。本の中身については今更僕が申し上げるまでもないかと思いますが、約200年ほど前、ナポレオンのロシア侵攻の頃を時代背景として、ロシア上流階級の3つの家族ファミリーの人々を描いた作品です。超長編作です。あまりにも長いので今まで思い越しが上がらなかったんですけれども、2023年の頭から7週間かけて読破しました。ぜひ腰を据えて読んでみるのをお勧めします。続いて2023年読んでみて面白かった本第4位、パパ活女子、中村敦彦著。これは全ての国会議員の方々に読んでみていただきたいと思いました。パパ活なんて倫理的にけしからんといった表面的な本ではありません。2020年代現在の日本社会が構造的に抱える若年層、若い女性たちの貧困問題として描いています。第二次大戦直後、戦争未亡人と呼ばれた方々になぞらえているところが興味深いです。2023年読んで面白かった本第3位、三体、著者劉慈欣。中国の超ベストセラー SF 小説です。最近 Netflix で映像化されてご存知の方も多いかと思います。物語としては宇宙人の地球襲来です。よくまあこんな超スケールの大きいストーリーを思いつけるものだなぁともう感心させられます。全6巻シリーズの本になります。一旦読み始めると止まらなくなります。おすすめです。2023年読んで面白かった本第2位、貧困の終焉、ジェフリー・サックス著。2006年に書かれた本になります。内容としては2025年までにこの世から貧困をなくすぞという本です。1日1ドル未満で暮らす絶対的貧困の人たちを、この地球上からなくしてしまうという取り組みをこの著者はされています。この世から貧困をなくすなんて大それた絵空事なんて普通は思います。でもこれは学者による机上の空論ではありません。実際に著者は経済が破綻状態の複数の国からブレーンとして招聘され、そこで経済を立て直してきた実績を持っています。具体的なデータ根拠をもとに、世界の先進国がその GDP の 8% を貧困問題に振り向ければこの世から貧困はなくなると説いています。ではいよいよ2023年秀夫が読んでみて面白かった本輝く第1位は、学水系、旧栄館著です。日本統治下時代から太平洋戦争終了にかけての台湾を舞台とした著者の自伝的作品です。国とは何か、民族とは何か、自分のアイデンティティとは何か、著者の波乱の人生と苦悩が描かれています。
この濁水渓の Kindle 版には著者邱永漢さんの直木賞受賞作香港も合わせて収録されています。こちらも素晴らしい作品ですので、ぜひ読んでみてください。はい、ベスト5の本をまとめますと、第5位レフ・トルストイ著戦争と平和、第4位中村敦彦著パパ活女子、第3位劉慈欣著三体、第2位ジェフリー・サックス著貧困の終焉、そして第1位邱永漢著濁水渓でした。以上、2023年僕秀夫が読んでみて面白かった本ベスト5をご紹介しました。どの本も超絶面白いので、ぜひ読んでみてください。なお、1年ほど前に2022年読んでみて面白かった本ベスト5という動画もアップしております。説明欄にリンクを載せておきます。よければそちらもご覧ください。最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。ではまた。